だ、あなたの優しさが怖かった。なんか生演奏ですからね、ライブ配信というのは生放送になりますから緊張しちゃってうまく歌えませんでした。じゃあ今日は神田川の歌を歌って、あと弾き語りできますんで、これからも地球規模で、演奏こういう弾き語りが展開できれば一番いいかなというふうに、もう自分自身自己満足かもしれませんけれど思っております。それではカメラを切り替えて、12分経ちましたね。ライブ配信を終了する。